今回は以前にご好評いただいた配信切り忘れ系放送事故の第2弾を紹介していくぞ。配信トラブルからライバーたちの素の表情が垣間見えて面白かったわね。切り忘れをはじめ、配信終了の瞬間に起きたハラハラドキドキのハプニングを、新たに8個厳選したので最後まで楽しんでくれると幸いだぜ。キリッ、気をつけ。一人目は週休35時間の社畜プログラマー、八代気づくさんの伝説的ハプニングだ。今はライバー活動に専念できているみたいね。今回紹介するのは八代さん、花畑茶イカさん、卒業した中尾東さんという、二次三次シーズ一期生、成人組、大人組コラボ配信での出来事だぜ。同期の大人ユニットなのね。上力一さんをゲストに招いた、2018年11月10日の配信会で、いつも通り茶イカさんの店で雑談や酒盛りに興じる中、八代さんに異変が起こるんだ。BL の方にですね。片や妹がプリキュアで、片やお兄ちゃん BL って。そう、すごい流れだと思って。待って、ちょっと待って、ちょっと待って。これね。やしろ寝てんの死んだ。死んだの死んだ。やしろが。死んだ死んだのこれ、あの、ひとつ。ダックダニエル開けて死んだ。これ一つあの、最終手段だと思ってる解決法があるんだけど。うん。あの、チャイカのストリームキーを変更すれば、もしかしたら配信切れるんじゃないかってちょっと思ってるわけ。あ、そんなことできんの？ストリームキーって変更できるよね。変えられるよね。多分。わかんない。確か変えられんのよ。それを、更新したら、もしかしたら配信、終わるかもしれない。終わるか。終わるかも起きるまで待つけど、2択。怖いね。怖いね。ちょっと一回さ、あの、大声出して、出したいんだけど、あ、でもこれどうしても配信乗っちゃうか。いや、出せ。うん。今ちょっと。みんな、音量下げてね。音量下げてね、いくよ。音量下げて。やしろーブーダメだな、ちょっと。死んでる。ダメ。屋敷図がね、落ちしちゃったの？問題なのはやしろさんが配信主だということだぜ。え？それだと配信が閉じれないじゃない。前本圭介さんも加わりみんなで場を繋ぎ続け、7時間が経過しようとした朝5時、微動だにしなかった彼がついに動き出すぞ。そうぞ。スバルって言ってるやつバカだろ。俺もそれしかないと思ってる。お前一回スバルのつもりでちょっと怪してみ。あ、猫だ。うるせえぞ。うるせえぞ。お疲れ様です。マイモスさん。ひどいっすよ、マイモスさん。黙ってくださいよ。黙ってほしいっす、思った。お前ら、ダメだぞ、ほんとに。ヤシロに、待って、ヤシロが動いた。おい、動いた？動いてる。おはようございます。祝起きたよー。いやー、まずすいません。すいませんだ、すいません。すいませんだった。あー、くそ。誰か。私すまんだったわ。ああ。いや、あのね、私が何て言うかっていうのを予想してたんですね。うん。あ、正解、正解。はい。はい。完全に、おはよう。気持ちよく寝てました。すいません。いや、いいよ、全然いいよ。大丈夫だよ。いやー、お前ら真っ黒になっちまって、お前ら。申し訳ねえわ。あの、あ、じゃあ、前元が入ってきたから、一回共有を切ったんだよね。マイモさん、ありがとう。お疲れ様です。つなぎに来てくれたよ。ほんとありがとうございます。あ、よかった、生きてた。いや、死んでました。いや、生きてたってか死んでましたね、限りなく。こんなに嬉しいおはようございますはないわね。配信中にヤシロ起きろというハッシュタグがツイッタートレンド入りしたこの一件は、それから伝説として語り継がれることになるんだ。リスナーからは、ヤシロオキロが日本トレンド1位取った時腹筋崩壊したわ。次世界トレンド行ったのも草。この配信、ヤシロ寝落ちしたあたりから、絶対最後まで見てやるってなってオールすることになって、その日の学校爆睡してた。といったコメントが寄せられていたぜ。そこまでの大騒動なら伝説になるのもうなずけるわ。このハッシュタグ、ヤシロオキロ事件には続編もあるので、ぜひそちらもチェックしてみてくれ。続いては天然で可愛い女子高生ゲーマー、ほんまひまわりさんだ。ひまちゃんのハプニングはほっこりするものが多いわよね。2020年1月、本間さんはお正月らしい着物姿で麻雀ゲームをしていたんだけど、配信を閉めてエンディングが流れた後、普段は見せない裏の顔が見えてしまうんだ。ひまちゃんに限って裏なんてないわよね。バイバーイ。パパ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 
あれ今の顔一番上になってた。フルバック、え恥ずかしいんだけど。恥ずか、もっと、おいスンってした顔見ただろ今ねえ恥ずかしいんだけどもうもう一回落ち着いたオフの顔だわ。画面表示のミスで映ってしまったのは配信終了後のスンとした表情なんだぜ。素を見られて照れるひまちゃんが可愛いわね。こうして謎の青い空間からエンディングをやり直すことになるんだ。口を閉じたままの微笑みも優しくて好きだわ。リスナーからは、いつも元気な子がスンってしてると来るものがありますね。すいやせん。改めてひまちゃんは視聴者を楽しませようと頑張ってるんやなって再確認できて尊敬した、といったコメントが寄せられていたぞ。配信では全力で笑顔を届けてくれている証よね。元気な彼女の珍しい表情が見れたな。続いては何事にも全力で歌が大好きな大学生、三枝明奈さんだ。上手いのはもちろん楽しそうに歌うところが魅力的よね。2019年11月、登録者7万人記念を兼ねた初のメンバー向け配信後に事件は起きるんだ。人間なのに見ていいの？その件は別動画でも触れているけど問題ないぞ。全力スパチャ読み終えて元気よく配信終了したはずの三枝さんだけど、なんと配信は切れておらず、音が乗ってしまうんだ。聞いても大丈夫かしら？よいしょ、三枝明奈でした。バイバイ。そう日本に君が今ここにいること。ドゥ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 。あ、待って、これオベスト。ノリノリで歌い始めたわ。心配していたチャット欄のリスナーもこれには草を生やしていたぜ。ちなみにアッキーナが歌っていたのは何？配信内でも歌った、スマップのディアウーマンという曲だぞ。配信の延長でご機嫌だったのね。リスナーからは、コッ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 、あ、待って、これ OBS。配信外でもそのテンションなのかよ、アキーナ。といったコメントが寄せられていたぞ。全くイメージが崩れなくて安心したわ。楽しそうに歌ういつもの彼そのままだったな。続いては異界の扉が半開きになった悪魔、デビデビデビルさんだ。前回も切り忘れで紹介されたわね。今回は2020年1月16日、禁酒の日にちなんだセルフ禁止配信での出来事だぜ。酒こわらことお酒好きのデビちゃんが、リスナーからの誘惑に耐え続け、日付が変わってからは幸せそうに飲んでいたぞ。問題のシーンは、デワナーと別れの挨拶を口にした後だ。それって配信終了の合図よね？まるで小動物の食べ方だわ。よくペット扱いされるのも納得だよな。配信中のつもりなのか切り忘れかどっちかしら？今日は異界の扉閉めずにここで飲むとの発言はあったものの、
画面上のコメントや BGM は消しているんだよな。明らかに配信終了した雰囲気よね。扉の閉め忘れでないとしたら、なぜ数分だけ開けっぱなしにしたのか謎だぜ。リスナーからは、くっちゃくっちゃが不快にならないのは完全にペットのそれ。2階の扉立て付け悪いらしいね。といったコメントが寄せられていたぞ。いい気分で眠そうなデビちゃんが可愛すぎたわね。真偽はぜひその目で確かめてくれ。続いては数々の伝説級ハプニングを生み出した文野玉木さんだ。リスナーの鼓膜を破壊する音声トラブルや、顎が外れたこともあったのよね。2020年6月に配信を切り忘れた時は、口笛、ラップ、ボイパの練習を30分ほど繰り返していたぞ。その行動が謎すぎるわ。そしてあるライバーからの連絡でようやく気づくんだ。あれ、ん？何、院長さんに教えてもらったこと気づいたの？そう、なんかね、次のミトさんっていうね、バーチャル YouTuber の方がいるんだけど、今なんか、連絡来てね、配信切り忘れてね、みたいなの、来ててね、見たら本当に綺麗じゃなくってさ、ちょっと、やらかしちまった、やらかしちまった、配信の切り忘れボタン、配信終了ボタンを押し忘れてた、やらかしちまった、やらかしちまった、配信の切り忘れボタンを押し忘れた、配信の終了ボタンを押し忘れていました。やらかしちまった。月の水戸委員長が教えてくれたのね。ところがこれで終わらないのが野良猫だぜ。なんと一度は気づいたにもかかわらず、再び配信を切り忘れるんだ。どういうことなの？懐かしのお笑いネタ、歌やセルフドラムに興じるカオスな状況が続く中、委員長の頑張りで二度目のチャンスが訪れるぜ。お願いだから気づいて。野良猫さん。もしもし？デュエットしましょう。デュエット？野良猫がドラム。ん？私がドラム。野良猫がドラム。え、何ですか？え？野良猫がドラムね、うん。叩いてください。さっきみたいに。あれを。いいよ。みたいなやつ。なんかいきなりするの。そう。暇なの？いや、ティさんのあれ歌いますよ。ベニーなんちゃらみたいな。グレンか。グレンゲだし。グレンゲ？よくわかんない。私がティさんやるから。リサのムズくない？え、そっちがリサやるんですか？いや、遠慮しとこう。なんで？ナレコさん、ん？配信切り忘れてますよ。知ってるよ、さっき教えてくれたでしょ。いや、違う、今もナウで。今も？え？ん？そうあ、本当じゃん。ね。なんでかちょっと教えて。何のボタンを押してるの、野良猫は。配信終了のボタンをさ、押してさ。いや、ちょっと待って、みんな聞かないで。聞かないで。どういう、わからない私には野良猫が。まさかのコラボ配信が始まったわ。必死に通話をかけ続けた委員長のおかげで、前代未聞の配信は終わりを迎えたんだ。こんな時でも頼りになるなんてさすがだわ。リスナーからは、他のライバーだったら2回目はわざとかってなるけど、野良猫に関しては2回目でもわざとかってなるから怖い。あの月の水戸がここまで突っ込みやらされるあたりに野良猫のポテンシャルを感じる。といったコメントが寄せられていたぞ。二度も切り忘れるなんて彼女にしかできないわね。素が見えても謎は深まるばかりだったな。続いては女の子が大好きな大人のお姉様、白雪智恵さんだ。女性同士の恋愛、いわゆるユリ系コンテンツも好きなのよね。そんな白雪さんは2020年1月に、すこやかなさんのラジオ、すこやか放送にゲスト出演したんだ。今は黒シックとして大人気のコンビね。ラジオ後のアフタートーク中、まだすこやさんに対して敬語が出ていた白雪さんだけど、話が進むにつれ、危険な勘違いが発覚するぜ。何かしら？早速見てみましょう。すこやより先にオフコラボしたんだ。ねえああ、そこを攻めてくれるんですか？うん。かわいい。スコヤともオフコラボする約束したのに。京都行きます。京都を観光案内してくださいね。そうですね。まあ、京都にいる時だったらね。あ、今そんないらっしゃらないんですか？うん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 。
おばあちゃん家がね京都なのでいいあのお正月は行ってましたけど今は違うんですか。うん、あのねちょっとねあ、いいですよ、バーチャルなので。わかりました。ぜひぜひ。はい、え、私からは、うん、また最後のあれでちょっと言おうと思ってたんですけど、はい、え、今度も一緒に、うん、あの歌ってみたでマグネットとって、マグネットゆりの、わかります、わかりますよ。ハモリの方ばっかやってたスクエア。え、すごいすごい、助かるんですけど私全然ハモリはわかんあ、そうなの、はい、カーラミ、あ、歌っちゃダメかもしれない、カーラミまでにしとこあたりからね。ちょっと待ってください、スクエアさん、これ配信終わってない、終わってないよ。え、終わってないんですか。うん、嘘、私終わってるつもりでした。言ったじゃん、言ったじゃん言ってたじゃん、あれ、あれ、あ、言わなかったっけ、最後に収録終わりました、あの後やるよって、アフタートークやるよって。いや、そのアフタートークも省いたのかと思ってちょっと待って、すいません、失礼しました。配信中だと知らずに話していたのね。配信が終わったと思い込んだ白雪さんがプライベートな話題を出してしまったんだ。いろいろと危なかったわね。逆にオフとは思えないやりとりもしていたな。須野智恵さんはより可愛らしかったわ。ちなみにその後、白雪さんが提案したマグネットの歌ってみた動画が実現したぞ。リスナーからは、智恵さん配信外でこんななのか、けしからんな。いろいろ裏の秘密なお話が、でも裏でもイチャイチャしてるってよきよきのよき。といったコメントが寄せられていたぞ。秘密を覗いているみたいでドキドキしたわね。可愛い勘違いで起きたハプニングだったな。続いてはエデン出身の若きパイロット、アクシアクローネさんだ。活動休止中の今、アクシアくんの楽しいゲーム実況が恋しいわね。今回紹介するのは2022年5月、アクシアさんのマイクラ配信終了後に生まれた C パートだ。アニメのエンディング後に流れる不意打ちのパートのことよね。ライブ配信においては、配信主の意図しないものも含まれるな。それってやっぱり？お疲れ様でした。虹さん所属バーチャルライバー、アクシアくんでした。配信お疲れい。というより、おやすみー。またねー。今日も生き延びた。で入ってんねんけど、肩揚げうまっ。バリバリの関西弁が聞こえたわ。同様の方言が同期のレインパターソンさんにも見られるように、どうやらエデンの西方面の訛りが日本の関西弁に似ているみたいだな。異世界でもそうなのね。ちなみにこの手の C パートが見れる配信は他にもあるようだぜ。アーカイブを見るときは最後まで要チェックね。リスナーからは、不意打ちの関西弁マジでありがとう、肩揚げ買ってきます、といったコメントが寄せられていたぞ。特に気にせずお菓子を食べていてほっこりしたわ。また楽しい配信が見れる日を待っているぜ。最後に紹介するのはエデン組から、英語が堪能なオリバー・エヴァンスさんだ。グローバル化が進む今の二次三次には欠かせない人よね。各国ライバーの架け橋になってくれている頼もしいオリバーさんだけど、デビュー時に意外な弱点が発覚しているんだぜ。スマートで博識な教授にも苦手なものがあるのね。ああ、2021年7月初配信終了時に起きたハプニングはそれに関するものだぞ。緑茶のようなサムネイルの初配信、見てみましょう。はい、ありがとうございます。では、そんな感じでね、もうね、あと1分しかないので、終了していきたいと思います。感じの特感だ。それでは、皆様、ご視聴誠にありがとうございました。それでは、失礼いたします。また、よろしくお願いいたします。あ、ごめんなさい、すいません、終了します。マイクを切り忘れてしまったの？実は同期の中で唯一運営に見守られながら初配信を行ったそうだぜ。運営さんのおかげで気づいたのかもしれないわね。こうした初期のあれこれでインターネット機械系に弱いらしいと判明したんだ。
8ツイートから誤字だらけだわ。当時のツイート騒動で生まれたハッシュタグは、名誉のトレンド入りを果たしたようだな。このミュート忘れもご愛嬌ということね。リスナーからは、次授業あること忘れて生徒が職員室まで迎えに来てくれるパティーンの先生だな。2時3時の愛すべきおじさんがまた増えた。といったコメントが寄せられていたぞ。緊張から解放されてホッとする様子が可愛かったわね。思わぬハプニングから人の良さが見えたな。さて、紹介は以上だがどうだったかな。本人にとっては配信外なのに裏表がなかったり、レアナスの部分が見れて嬉しかったわね。有名な放送事故の中には残念ながらアーカイブが残っていない場合もあるんだけど、今回の動画で紹介できたものについては、概要欄の元配信もぜひ見に行ってみてほしいな。他にも面白いハプニングがあればコメントで教えてくれると嬉しいわ。今後もたくさん動画を投稿していくからチャンネル登録、高評価をしていただけるととても励みになるぜ。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。